皆さん、今回何に関して言及させていただきたいかというと、ブラジルの治安に関して言及させていただきたいと思います。ブラジルということで、26倍、日本の面積の26倍があるところで、かなり大きな都市です。まあ、今まで、ホストイグアスが入り、サンパウロ、クリチバ、そして、ブラジリア、リオデジャネイロと来てますけど、ブラジルという国は南米の中でも危ない国です。これはいろんな国々、行った方々、南米回った方々はいろんな聴取をしてね、聞いたところ、南米で危ない目にあったっていう人結構いてね。で、自分自身も今こう南米回ってて、ブラジルがまあ確かに危ないのかなって感じはします。で、その中で、今回1ヶ月の滞在ですけど、また来年ね、2回目のブラジル訪問というか、その時また1ヶ月で、合計2ヶ月、まあ26倍の面積があって、至る所にまあ名所が散らばってるんで、どうしてもそのぐらいかかるんだよね。なかなか魅力的な国です。ただ治安に関してはよくはないので、これに関してはね、ちょっと皆さんにね、お伝えさせていただきたいと思います。ブラジルの治安ということで、まあ、これはガイドブックとか、まあ、実際自分の目で見てね、歩いたりして分かってることなんだけど、今回まあ外務省ということでね、大使館領事館などにちょっと問い合わせしたこともあったんだけど、外務省のホームページをちょっと読ませさせていただきたいと思います。ポイントとして、大都市に限られず殺人、強盗犯の凶悪犯罪が発生しているので、渡航時には十分注意してくださいということです。外教として、ブラジルにおいては所得格差による貧困、麻薬の売買等に起因する殺人、強盗等の凶悪犯罪が発生しています。世界的に見ても、ブラジルの犯罪発生が非常に高く、ね、非常に日本人も被害に遭っているということで、また多くの犯罪には拳銃等の銃器が使用されており、抵抗すれば殺害される可能性も非常に高くなる、注意する必要があります。凶悪犯罪は大都市だけでなく、地方都市や日系団体等所在及び日本人居住区においても発生しているということです。なのでまあこれ、日本人大都市だけではなくて、田舎の都市に挑戦、いや、これ田舎だったらそうでもないと思うんだけどね。だからこの間、まあある方が、いわゆるそのサンパウロのリベルダージは、まあ一番ブラジルが安全だって言ったので、そんなことはないですね。これは外務省のホームページ見ていただければ出てるんだけど、しかもここに載ってるんだけど、日本人居住区においてもいろいろ発生します。この後サンパウロに関しても、言及させていただくので、その時また紹介させていただきます。で、2番目、麻薬の売買に絡んだ組織的な犯罪も発生しており、特にリオデジャネイロ県やサンパウロ県のファベーラ、スラム街を活動拠点とする、犯罪組織間の抗争事件、またはこれら組織と治安当局との間の銃撃戦が後を絶たない状況ですということです。ファベーラ周辺では流れ弾等により一般市民の犠牲者も出ているということです。3番目、窃盗事件も頻発しており、空港やホテルのロビー等での観光客を狙ったスリや置き引き、歩行者に対するひったくり、銀行等の ATM や、店舗でのカード利用時におけるスキミング被害が後を絶たず、日本人も被害に遭っています。常に周囲を警戒し、日本から目を離すことなく、カードの利用時には ATM のカード挿入口に異常がないかを確認するとともに、店員が不審な行動を取らないよう注意する必要があるということです。まあ、ATM、これね、世界各地で気をつけなきゃならないんだけど、そういえばこの間、タラガイであった日本人の大学生がいて、その彼が、スキミングの被害に遭ってました。引き出されてました、国際キャッシュカードね。だからそういったことが結構ありますので、皆さん十分注意してください。で、結構自分カード使ってますけど、今のところはあんまり、特にね、あんまり全くその被害はないですよね。ただこれは十分気をつけなきゃならないことです。暗証番号隠したりとかね、変なもの増えてないから、そういうところも見ないといけないです。で、あとはまあ他にも4番目としてはね、イシルに忠誠を誓うそういったテロ組織もあるということで、そういったところもあります。で、今回、いくつかブラジリアとかサンパウロ、いろいろリオジェネイロってわけで説明していきたいと思うんだけど、まずブラジリア、今ブラジリアにあります。ブラジリア連邦区では殺人事件を含む凶悪犯罪の発生件数は減少傾向にあるものの、依然として特に歩行者や自動車を狙った強盗事件が多発しているということで、2018年、上半期におけるブラジリア連邦区での殺人事件は244件、強盗等の発生件数は26,404件、発生率はブラジルの他の、治安の悪い地域と同等となっているということです、ブラジリアね。で、殺人のほか、短時間、これね、どこがあるって、プラモピロットと呼ばれる地域って、このその中心部でバスターミッション、今そこなんだけどね、今そこにいるんだけど、ショッピングセンターの駐車場およびホテル地区において殺人のほか短時間誘拐や強盗などの凶悪犯罪や車上狙い等が多発しているため、徒歩での移動、夜間の外出で人気のない場所等への立ち入りは控えるともに、車両を駐車する凶悪犯罪や、車両を、ね、駐車する可能な限り警備員のいる有料駐車場を利用してくださいということで、
またバスタレ周辺で麻薬の売買等も行われており、麻薬売買に絡むトラブルから銃器を使用した殺人等も凶悪犯罪に発生することがあるため、トラブルに巻き込まれないようにする注意が必要ということです。また、周辺都市やパベータと呼ばれる、地域も存在し、プラノピロット内と比べて貧困や麻薬等を起因とした凶悪犯罪の発生率が高いため、移動の際はこうした地域を避けるために事前に情報を収集する十分な、安全対策が必要ということです。まあ、ブラジリアでもね、サンパロとかリオに比べたらまだ安全なんだけど、まあ、やっぱ危ないですね。で、サンパロに関して、サンパロ州保安局が公表した2017年の犯罪統計では、殺人事件は減少傾向にあるものの、凶悪犯罪を含めた全体的な犯罪発生件数は昨年と同様に高水準を維持しています。2018年上半期の犯罪統計で殺人事件は減少傾向にありますが、強盗及び、窃盗事件においてはほぼ横ばいもしくは増加傾向にあり、日本人が強盗及び窃盗の被害に遭う事例も発生しているということです。信号待ちの歩行者や、ね、渋滞、等停車中の車両を狙った拳銃使用の強盗事件がパオリスタ大通り、パライゾ地区、東洋人街と呼ばれるリベルダージ等の日本人の生活圏でも発生しており、日本人も被害に遭っているということで、ね、特に2017年サンパロ市リベルダージ地区で両替を行った日本人が強盗被害に遭う、事案が立て続けに発生して、抵抗をした、被害者が発砲されたケースもありますということです。犯人は現金だけでないスマートフォン、貴金属などの金目のものを標的としていますね。路上でスマートフォンを操作しない、装飾品を身につけないなど、外出しないなど、ね、防犯体制が必要になるということです。毎日強盗に遭ったら身の安全を最優先に考え、相手の要求に素直に応じるようにしてくださいという、ここなんです。だからリベルタージがある方が前言われたブラジルで一番安全な場所ってそうじゃないんですね。ここに載ってる通り、外務省、まあ、大使館の秘書に聞きましたけど、やっぱりリベルタージでこういう強盗事件が何でか前に発生して多発して撃たれてますから、やっぱりそういったところね、十分注意必要です。スリとかひったくりもね、やっぱり多いです。まあ、人通りが多い時間帯だったら強盗、そこまでの強盗ってあんま発生しないと思うんだけど、スリひったくりってやっぱりあります。だからレベルダージ、日本人持ち、ということで、ここも十分注意しなければならないところかなって感じはします。で、信号待ちの歩行者や渋滞等停車中の、ね、車両を狙った強盗拳銃、これね、この間それありましたね。ありました。で、日本人男性被害に遭ってます。そして何ヶ月前に日本人男性が、まあ、こっちに住んでるね、日本人男性が撃たれて殺されています。そういったこともあります。で、スリひったくりも多発しており、日本人も被害に遭っているということで、2018年車両を、ね、意図的にパンクさせ、路肩にタイヤ交換を行っている際に手伝う素振りを見せて荷物を盗む事案が多発したということで、その他ケチャップ強盗とかね、飲食店内での置き引きも確認されているということで、銃器を使用した住居侵入強盗事件が単発、日本人が共有するアパートでも被害が多発しているという、発生しているということです。繁華街によっては夜間に営業中のレストラン、飲食店を狙った集団強盗事件も発生しているということで、そこら辺は注意が必要ということです。で、これから行くリオデジャネイロ、このサンパウロより危ないと言われています。リオに関しては、拳銃や小銃、手榴弾等を使用した殺人、強盗等の凶悪犯罪が多発しているということで、リオデジャネイロ市を中心に大リオ圏に点在する1000カ所に及ぶファベーラを中心に、敵対する麻薬密売組織や民兵組織との間に抗争が、激化するために治安当局と、麻薬密売組織や民兵組織間における銃撃戦が頻発しており、流れ弾による一般市民の被害が後を絶たない状況です。2018年12月にはシャペウ・マンゲーラ・スラム街で外国人観光客が流れ弾を受けて負傷する被害がありました。2018年12月ではということで、ね、あるんだけど、リオ市内では2017年の人口10万人あたりの殺人件数は 22.8件、同強盗事件は1894.4件となって、2016年、夏季五輪以降悪化しているということ。この中で、まあ、旧市街セントロ地区において夜間、早朝、週末を中心に労働、事件が発生しているということで、特にセントロ地区内有数の観光地でカテダルとかね、ラパ水道橋、セロラン階段周辺で日中だと少年グループに囲まれ所持品を強奪される被害が多発しており、特に人気のない時間帯や人通りの脇道は、通行や、観光には注意が必要ということです。で、あとはコルコバードとかね、このキリスト堂有名ですよね、10日とか
ボンジ・アスカールはリオデジャネイロで最も有名な観光名所、多くの警察官が配置されていますが、スリ、ひったくり、置き引きなどの被害が事件が発生しているということで、2018年12月に法人環境局が乗った、同地観光専用バスが、パイネイスラ通りを移動中、拳銃を所持した族1名が襲撃を受け、現金やスマートフォン等を強奪される事件が発生したということで、コルコバートの丘へ登る登山道における拳銃使用の強盗事件も想定して、登山電車の利用も選択肢として考えましょう。また2019年1月、今年ね、ラージェ公園からコルコバートの丘への徒歩による登山者の約40名ですよ。うち、法人を含む外国人関係半数が拳銃ナイフを所持した族3名から襲撃、40人が3名から襲撃されますから。で、カメラやスマートフォンを奪われたということで、徒歩による、ね、登山は避けてください。40名でそれで銃突きつけられているわけですよね。で、スマートフォン、カメラ等を狙った犯罪、カードスクリーンが被害に高い頻度で、発生しているということね。2018年12月、コパカバーナ海岸において、法人旅行者が物売りに話しかけるわけに置いたパスポートにスマートフォンの入ったカバンを、窃盗される被害になっているという、ね、これでだったらそういうの持ってきちゃいけないんだよね。あとは、その週末を中心にコパカバーナやイパネマ海岸をはじめとした市内、各ビーチ及びその周辺に アハスタオ、地引き網と呼ばれる集団強盗、窃盗事件が発生しており、海水浴時は貴重品をなるべく持ち歩かない、持ち物から目を離さないとの対策が必要ということです。そこら辺ね。ちょっとこれ以上やっちゃうと長くなるので、これからちょっと控え、また別途でアップさせていただく。あとマナウさんが危ないですね。あとはベレンね、北部の都市レシフェなんかも本当にレシフェなんかだとさらにもっと利用より危ないなって犯罪発生率言われてますけどね。だから結論から述べるとちょっと長くなってしまったんだけど、ブラジルというのは危ないです、ね、今まで撮影しなければね割と安全だったりするんだ、安全というかそんな危険度回さないんだけど、自分の撮影してます、スマートフォンでも生まれますから、まあ、iPhone 持ってますけどね、こう撮影してる中で、まあ、一眼でも 4K でもビデオカメラでも撮影しますけど、撮影すること自体がやっぱ危険です。なので素人の方はなるべくそれは避けた方がいいかなって感じはするんで、その場所周りを見ながらねやることが重要です。その中でやっぱりサンパウロ、リオデジャネイロは危険と言われています。そして北部の海岸都市レシフェとかベレン、もしくはサルバドールなどもあれが危ないと言われていて、あとマナウスも最近危ないと言われています。で、そういったところね、十分今言ったことを注意してということで、行かなければならないかなって感じはします。例えばマナウスなんかだとコロンビア等から輸入する麻薬ルートの中継地点となっているので、そういったところでもねいろいろとね、危ない、こともあります。麻薬組織の潜伏エリアとなっているとね、あるとね、だからあの辺りコロンビア抜けるルートもあるんだけど、ちょっと危険が生じるかもしれません。だからまあ今回は主にはブラジリアを受けて南部、中部ブラジリア、あと北部に関しては次回また回そうと思ってますけど、極力ね皆さんに現地で撮影した動画をアップさせていただいて、事情を説明していきたいと思ってます。まあ映像から見るとねそこまで危険に見えないかもしれないんだけどね、それだけど結構危険なのは事実なので、皆さん十分ブラジルを回るときは注意してください。ただまあ最後に言わさせていただきますけど、ブラジルという国は確かに危ない国、そして、悪い人も多いです。だけどいい人はすごくいい人多いんですよね、うん、で魅力も多いし、だからそういった意味ではなんか魅力的な国なのかなって感じがするので、ある程度旅に慣れた方、海外慣れした方はブラジルも来ていただきたいかなって感じがします。